探っていきましょう。ボルト75の闇を。めっちゃ綺麗なドレス手に入れた。いいね。この肩のアーマーとの相性がとてもいい。このドレス5万円です。まずはターミナルチェックは欠かせないでしょうよ。やっぱあれだね、中学校の下にあるから中学生が優遇される。一人でも15歳以下の中学生、公立高校に通う子供がいたら特別補助金が出るよっていう制度で始まったボルトが、ボルト75だって。入居後、子供たちだけ消毒後に大広間で監督官の説明を受ける。あら、入居手続き記録、この8人の子供、しかもめっちゃ若い、10歳未満もいるじゃん。この8人の子供しか入らなかったってこと？家族入ったのかな。価値あり価値なしって書いてるの気になるな。ちょっと闇を感じますね。とりあえずこのターミナルの情報はこれぐらい、こう探っていきましょう。ボルト75の闇を。こっち行き止まりでしょ。だからエレベーターだ。エレベーターあんだね。全部で何階だ。ボタンめっちゃ多いぞ。じゃん、ワンちゃん、ワンちゃんを犠牲にしてしまった。ワンちゃん敵がいるな、これ。ワンちゃんの後にワンちゃんは紛らわしい。よし、探索を続けます。敵がいる。すぐ見つかった。こんな服着てるからだ。死んだ。マリア気にしてやった。火炎瓶強えな。あら、ワンちゃん、どうやって降りてきたの。いやー、伝説のガンナー、伝説シリーズだ。てか人間めっちゃいるわ。せっかくボルト75の闇を暴こうとしてるだけなのに。やった、伝説のガンナー、やったったぜ。不動のピストルだ。あー、動かない間ダメージ耐性が上がる。なんか微妙だな。もうあらいい。よし、一掃したった。探索を続ける。な、教室のターミナル発見。ここ教室なんか勉強してたんかな。子供が多いってあれかね。なんて言ったって学校の下ですから。ターミナルチェック。ダメだ、大した情報なかったわ。ボルト75で育った男の子と女の子のお話、物語帳に書いてあって、外は危険なんだって、みんな助けるために賢くなるみたいな、俺強くなるみたいなストーリーの文章だけはあったけど、それ以外の授業の記憶は切れてたよって感じ。文字数がえげつなかったからあんな読めないよ。あら、下にまだまだ続くわ。広いわね。なんかすごいトレッドミル、ルームランナーとか置いてるやん。ほんまに外で戦える兵士を鍛えてた場所なんかな。いやー、すごいすごい、外の景色が作られてる。撮影セットみたいな。すごい銃とかも置いてんだけど、これに関しては占領してるガンナーが置いてる可能性があるな。ターミナル調べよう。戦闘シミュレーションのターミナル、絶対そうだ。今誰かに話しかけられたけど無視しよう。まとめてかかった245秒、注入28秒。あーボブ、あーとかボブとかなってるから、その戦闘シミュレーションのターミナルでガンナーたちが遊んだのか。どうせならやるでしょう。へえ、的が出てくんのか。ああそういうこと。リロードリロード。てかなんでショットガンになってんだ。最悪だ。ヘドショじゃないとダメなのかな。へい、あ、下手くそ。あーら、絶望的に下手くそ。ダメだ。これで全部なんか、さっきも終わりました。何もアナウンスがないけど、やめだやめだ、探索だ。あ、中にも的出てきた。やりすぎだって。そういうことか。で、ここの2階にガンナーがいるね。さっきから気になってたんだ。にゃはー、うわ、行く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 。わっ、これだ、ボルト75ラボアクセスカード。ここでボルト75の謎が解けるんじゃなくて、本当に純粋に少年たちを強化、まあ強化ってそれもあんまり良くなさそうな感じはするけど、それならけど、なんだ、他のボルトがやってるようなえぐいことから考えればだいぶ優しいのかもしんないね。
研究室行く。ここだ。研究エリアに入る。研究所探索する。いいね。いい。この謎を暴く感じたまんないね。あ、管理者アクセスカード。やば、管理者しか入れへん部屋がまた別であるわ。邪魔しまーす。よっしゃ、一掃してやった。ここも研究施設っぽいね。生活してるところ監視してるんだ、ここで。子供たちが生活してたの？研究者たちが的な話ですか？わかんない。けどだいぶやっぱ非人道的な香りがしてきましたね。あ、研究者ターミナルミッケ。うわ、怪しくなってきた。試験プロトコル、酸素吸入適正。まずトレッドミラー、ループランナーで傾斜とかをつけて、目標の心拍数まで上げるように調整をするみたいな。心拍数の記録高いね。最大200ってやばいんじゃないの？あんま知らないけど。副作用ガイドライン、やっぱなんか薬持ってんな。ガイドライン、こうなったらダメだよか。中止、危険が生じたら危険、試験を中止する。心停止、心死亡、そらそうや、続行、事件を続行する。筋肉緊張、吐き気、吐く、意識不明。研究者のメモ。ニーナ、ニーナはきっと信じないだろう。いつも2人で姿を見たことはないけど、ボルトにはきっと大人になった子供たちがいて、監督官の補佐をしているに違いないと話していた。その通りだった。大人になった全員が外の世界に追い出されるわけじゃなかったんだ。みんなに、君はここでもっと役に立てるし、どっか行くよりもっと幸せになれるよと言われた。私がまだここにいて彼女を見ていることをどうにかして彼女に伝える方法があればいいのに。彼女が卒業するまでまだ2年ある。スコア十分高ければ彼女も研究チームに入れるかもしれない。あ、なるほど。だから学校で勉強した頭いい子はこの研究者側に回って、それ以外の子はトレーニング積んだから世界を救えって言って外に追い出されるってことかな。ああ、若さよ。卒業してまだ数ヶ月なのに、毎日監視している子供たちよりずっと大人になった気分だ。ロイヒトとジェームスは2人ともまだボルトを乗っ取る話をしている。誰にも聞かれないとでも思ってるんだろうか。ロビーとベッカは今でも抜け出して燃料ガスを出している。こちらからも丸見えだ。彼らが私のように研究チームに採用されることはないだろう。今でもニーナの姿を見れるのは嬉しいことだ。ただ彼女のスコアはあまり良くない。彼女は私のように勉強が得意ではないのだ。それでも身体能力はトップレベルに入っている。卒業したらいいチームに入って出世できるだろう。地上へ行ってしまう前にもう一度会えるといいが。これ書いてる人とニーナがもともと仲良しだったんだね、多分ね。秘密の手紙。管理者のビッセルが今朝クリップボードから書類を数枚なくなったと言った。かなり焦った様子だった。午前中にほとんど書類探しに費やした挙句、私を呼んで監督官に会いに行く間に書類を探してほしいと言った。書類をなくしたことは絶対に誰にも知られたくないようだ。結局書類は通気口に吸い込まれてた。通気口の奥から紙がバサバサ動く音が聞こえたのだ。取り出すには階下に降りるしかなかった。でもその前にロヒトが下からその紙を取り出そうとしているのが見えた。ビッセルには書類を見つからないかったと言おう。あ、ビッセル違うわ。いたずらこのロヒトがその見られたまずビッセルの書類を見ちゃったということだ。あれ、いきなり雰囲気変わる。射撃練習場のメンテナンス。射撃場はほとんど荒れ放題に近い状態だ。監督官に手直しするための資材が手に入らないか尋ねてみた。今あるもので何とかするしかないという返事だった。それから監督官は射撃場はあなたの担当場所ではないよと付け足した。監督官なら上層部の卒業生に命じて物資入手ぐらい簡単だと思ったが、偉い人たちは忙しいし、外に出るのは危険かつきものだから仕方ないんだろう。あるいは来年卒業生を採用した時に地表に行くように命令してくれるかもしれない。ニナの話もここでおしまいだね。とりあえずその監督官のナンバー2みたいなのがいるのか、管理者って人がいるね。そこの部屋に入る
術を探そう。あれ？ガンナーっぽくない。ほんまの普通の軍隊さんみたいなガンナーやった。こりゃ、うわ、これはやばいわ。ちょっとやりすぎ、ぐるぐる。やばい。俺がさっきおったもん、丸見えやったんや。気づけお前ら。いや、土茶黒の死体からやけど、75管理者アクセスカードがあるね。これで管理者エリアに入れるはず。管理者室に戻れー。ここだ。あんまり部屋自体は広くなさそうだね。もうそろそろ終わりかしら。いや、上に伸びた。広いわ。クソ。なんでこんなとこまでガンナーがいるの？謎なんだけど。入れねえ、入れ、あ、じゃあガンナーがカードとも鍵持ってたから、入れるっちゃ入れるんか。じゃあ、首席科学者のターミナル。機密情報取り扱い許可。首席科学者のみ閲覧か。やば。首席科学者っていうのがいるんやね。まあ、そのままのあれやろね。今までの子供たちで一番優秀やった子。最優先指令。ボルト75へようこそ。機密説明パケットの記載通り、ボルト75は、ボルト75へようこそ。機密説明パケットの記載の通り、ボルト75は最重要軍事機密の一環として運営されている。あなたは、その職業的技能、経験、そして人ゲノム改良に対する貢献によって、ここで任務に選出された。ここに記載されている手順を厳密に従うことが極めて重要である。ボルト75の最重要目的は何よりより洗練されたヒトゲノムを作り出すことである。研究スタッフはシュレット・ブラウン・ラムらの立案により研究計画を進めている。あなたには軍高官としての経験を持つ監督官の下で勤務してもらう。監督官はあなたが職務で関わる被験者の訓練と維持の責任者である。あなたとその監督官は健全な職場で関係を構築することが重要である。だから子供らを使って人体実験してたんや。人間を進化させるみたいなことか。実験概要。ヒトゲノムってあんま分からんねんけど、だからそのホルモンどうこうやって、あといい子、良かった子だけ、だから良くない子は外に追い出してたってことや。俺が一回読んだその物語風の外のヒーローになろうっていうのは制裁であって、追い出すプラス中に残す子は頭いい子、外に体力があれなは外でみたいな。わからん。遺伝子採取手順。18歳以上でボルトを去る被験者のうちに、で全ての層が一定以上こう優秀やったらゲノム研究所に送られるんやって言うんで、フィジカルがすごいから暴れたらスタッフが負けちゃうから注意しましょうとか注意書きだね。ゲノム研究結果報告。うわ、すごい字の量やから あれざっとやけど、とりあえずこの年は優秀だったみたいな。 75% 処分は 74% にとどまったから、コストはって 74% 人間処分したってことやね。うえー、やばだけかな。監督官の部屋にもガンナがいる。よーし、メインディッシュこと監督官のターミナル来たよ。しかもここに開けれない金庫あんだ。これパソコンターミナルで開けれるかな。開けれなさそうだ。くそ、気になる。こういうの一番気になるじゃん。まあターミナル調べましょう。ゆうただってさっきの首席の子も言うたら被験者なわけな可能性があるから、監督官しか真実を知らないわけだもんね。多い、いろいろ多いわ。監督官の命令けど、ここ見た感じでもなんか新情報もないね。18歳以上は毎回総人口から排除される。遺伝子的に有望な兆しのある住民はゲノム採取と再統合のために保護される。3、遺伝子的に平均的だが高い知性と順順差を持つ住民は監督官の判断で調査スタッフに雇われる場合がある。4、その他排除される住民は廃棄処理される。これどう廃棄処理するの、怖い。5、住民の総人口を一定に保つため研究員は代わりに対、なんやこれ読み方わからん、バグが対を培養すること。だから人間も作ってたってことかな。
で18歳以上の人間は全員廃棄処分してたやろ。そういうことじゃないんか。ボルト75はボルトテックから警報解除の知らせが届くまで封鎖される。なんかもうちょっとオチがあったらなと思ったんですか。なかったな。やった、ここ鍵で開けれた。鍵、パソコンで開けれた。ちょっとドグドグ、おとなしくしてて。おい、違う違う違う、おとなしくしてて。弾とかばっかか。ボルト75おしまい。なんかごちゃついちゃった。これちゃんと動画編集できるかしら、不安だわ。あんま大して盛り上がりどころもなかったけど、長く付き合わせてごめんなさいね。だ、地雷踏んだ、最悪。もうまあそんな感じですが、冒険を続けましょう。すっごい車これ、うわーすっごい速そう。あっちょいい高級いい街なのかな、高級な車か。うわー待っ